何ですか、ゆうまさん。もうそろ、5話放送ということですが、はい、初登場のめぐるちゃんということで、何かその5話の初登場で私のここを見てほしいとかってありますか？見てほしい。そうですね、まあ最初の登場の仕方が結構シビア、うん、ラブホでね、はい、あのホテルにうんがあって、うんがあってとこなんで、はい、シビアじゃないですか。そうですね。まあですけど、あのめぐるばあとりあえず可愛い、うん、なるほどなるほど、はい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 、はい、思います。あの、あ、はい、思います。あ、うん、思います。可愛いですよ、ね。まあそうですね、あの、うん、服が可愛い。あ、そう、結構出てるしね、はい、結構ギャルズな感じで、まあ、あのそれには理由があるんですけれども、あ、そうですね、まあね、そこの理由とかもちょっとしっかり注目していただいて。なるほどなるほど、はい、推してたアイドルに似てるっていうことだ。まあ原作見た時からユウマがめぐるに捧げる愛の強さというのを感じておりましたけれども、はい、まあ、そうちゃんが演じるユウマを見て、まあ、あの本当にめぐるちゃんが好きなんだな、まどかが好きで、まあ、それと同じくらいめぐるちゃんのことを思ってるんだなっていうのが、まあどのシーンでも感じられますじゃあもう最後に、あの本当にもう5話の見どころをよろしくお願いします。はい、見どころは、まあ5話とはもう私の登場シーンなので、はい、まあ私の登場シーンをあのぜひ楽しみに見ていただきたいということと、はい、まあユーマ、特にユーマと私の関係性。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーマとめぐるの関係性というところにですね、注目して見ていただけたらいいと思います。せーの、お楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。見てね。見てね。はい。